ノバーラカルチョはイタリアノバーラを本拠地とするサッカークラブである。2020から21シーズンはセリエ C に所属。ノバーラはノバラとも表記される。1909年に設立。セリエ A には1948から1955シーズンまでの8シーズンを過ごし、最高順位は8位となったが、1955から56シーズンに17位で、 セリエ B に降格すると、セリエ B とセリエ C でのカテゴリーで定着した。2010から11シーズンは、セリエ B で3位となり、プレイオフに進出。レッチーナカルチョ、カルチョパドバを破り55シーズンぶりのセリエ A 昇格を決めた。レガプロプリマディビジオーネ時代の2009から10シーズンには30試合無敗という記録を作り、 33年ぶりとなるセリエ B へ昇格を果たした。そしてこの勢いのまま臨んだコッパイタリアでも、ペシーナ VG やモデナを下すと、セリエ A のクラブのパルマ鬼の1、シエーナ鬼から0で撃破し、レガプロプリマディビジョンレのクラブとして勝ち進んだ。そして5回戦の相手は、AC ミランで、スタディオジュゼッペメアッツァには12000人のノバレージが、詰めかけたが、試合は1から2で敗れた。 このシーズンは、カルチョ・ポルトグル・アーロ・スンマーガを下し、スーペル・コッパ・ディ・レガ・ディ・プリマ・ディビジオネも優勝を果たした。1選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。1選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。1選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。